はい、皆様こんばんは、新原慎太でございます。ガラムラジオ第3回目、本日あ何でしたっけ、6月30日、ガラムラジオ3回目でございます。さあ、本日もですね、素敵なゲストをお招きしてゆるゆるトークを、展開したいと思いますので、本日のゲストお呼びしたいと思います。ベリーダンサーきよみさん、来ました。こんばんは。どうもどうも。ご無沙汰ですね。ね、お久しぶりですね。すいません、もうこんな急に呼ばれるって分かんなかったからびっくりしちゃった今。あんまりね、前振りなんですよ。はい、すいません。あの発表会以来、冬にやりましたよね。そうですね。うん、そうだね。横浜で。以来、うん、その説は。とんでもないです。お世話になりました。あれもすごい良かったです、ね。あ、本当ですか。うん。あのビデオなんか使ったんですか。なんか切り抜きをお願いされて。あ、そうそうそう、使ったんだけど。ダメだったんだけど、まあ、そう使った、なんかの応募用にも、あ、そういう応募用に、そっか、今じゃテープじゃなくて、そうだ、テープっていうか、そういうじゃ、そうね、 YouTube でアップして、YouTube アップが、なるほど、多いんですよね。さて、じゃあ、はい、そういうわけで、ダンサーきよみさん、はい、まあみんな知ってると思うんですけど、中にはね、初めて見かける人もいるかもしれませんので、はい、そうですね、はい、ちょっと簡単な紹介をしましょう。はい、お願いします。これ多分ブログのプロフィールだと思うんですけど、まるまる持ってきました、はい。ベリーダンサー&インストラクター、ストリートダンス、ラテンダンスを得て、2004年にベリーダンスを始めて、アルカマラーニなんですね。にいました、はい。はい。アルカマラーニで始まって、マハさんに、指示して、ふにゃららふにゃららがあって、おととし13年ですね。うん、一昨年卒業、ね、たった2年前なんですね。私もっとなんかものすごく、そう、2年前にね、はい、卒業されまして、しました。で、この、ダンスパフォーマンス集団、そう、アナンタンボガ、アナンタボガ、アナンタボガ、うん、これ何ですか。この間もしかして発表会の時に踊ってた、あの人たち、あ、そうなんですか。あ、そうです、あれなんですね、はい。人類最古の踊りと言われるベリーダンスを独自の世界観で表現していけるよう、大道芸、レストランショー、イベントなどで活動中、はい。なるほど、そういうことだったんですね。え、何、どの辺がなんか納得するような、はい、アナンタボガっていう名前、アナンタボガね、アナンタボガ、いや、なんかすごい独特な雰囲気が、独特でした。独特じゃない。嬉しいです。すごいね、きよみさんのカラーが、きよみ節が満載されてる感じがして、僕2年連続やってるじゃないですか。そうですね、2年連続慎太さんには発表会をお手伝いしていただいて、もう本当にね、本当によく、ね、やってくださるんですよ、慎太さんは。もう頼んでないことまでやってくださって、ビデオの、ね、なんか手伝い増えてね、ミュージシャンのつもりなんですけど、でも慎太さんのオリジナルも使いましたよ。使わせていただきました。あのオリジナルミュージックがとっても素敵なんで、皆さんもありがとうございます、使ってください。はい、で、そんなわけで、はい、今に至るわけなんですけれども、はい、まあ、ちょっと待って、今、はい、ミキサーとかやりながらだからね結構ね大変なんですよ、これすごいね。よいしょ、はい。じゃあ今はあれですか、どこかでレッスンとかは定期的な、なんかあれはあるんですか、はい、そのやってます。定期的な何曜日とか。レッスンは木曜日の、はい、11時半から11時半、1時間半。あ、昼間。あ、じゃあ主婦向けとかそういう感じなんですか。まあそうですね、木曜の昼間はそうなりますよね、うん。で、不定期で土曜日にやってますけど、毎週はできなくて、どうしてもショーとか入っちゃうと、うんうんうん、そうですね、土曜日だとね、なかなかね、各週とか週3とかで、うん、土曜日やってます。このアナンアナンタボガ、うん、アナンタボガは読みにくい、アナンニャララでいいよ、アナンタボガ、アナンタボガ、わかんない。これちなみに何語なんですか、アナンタボガって。インドネシア語なんですよ。へー、うん、意味は、ね、アナンタっていうのが、うん、インドの、うん、そう、インドの、うん、インド神話に、う
ヒンズー神話っていうの、インド神話っていうの、うん、出てくる、ね、蛇の神様なのね、うん、そう、それでなんかいろいろすごい悩んで、うん、半年近く悩んだかな、うん、で、まあ、そのインドのその蛇の神様は、うん、なんかそのまあ、忘れちゃった、まあ、そこから来て、それでいろいろ調べてて、アナンタって他に使ってる人いるかなと思って調べたら、なんか時計が出てきたのね。時計のメーカー？そうそうそう、うん、メーカーじゃない、なんていうの、例えばホンダのバモスみたいな、お大きい声で言っていいのかなみたいな感じで何々のアナンタみたいな時計が出てきて、じゃ、うん、商品名かな、あで、あーと思って、なんかないかなと思って、同じ神様なんだけど、インドネシア語なのかな、忘れちゃった。なるほど、チーム名なんで忘れちゃった。そうなんですよ。ちなみに僕ね、シンタってインドネシア語でね、うん、チンタになっちゃうんだけど、うん、愛って意味なんですよ。インドネシアに行くと、知らなかった、うん、チンタっていう女性がいっぱいいて、チンタっていう歌とか映画がいっぱいある。すごいね。インドネシアは一回、言っとかなきゃな。インドネシア語って知っててつけたんですか。うん、知らなかった。あれ、もともとシンバルシンタだから、あのドラムのシンバルで引っ掛けて、うんうん、で普通にその C で C でって引っ掛けただけなんだけど、偶然だ。ちょっとインドネシア、偶然なつながりですね。そう、インドネシアすごい興味あるんですよ。よろしくお願いします。よろしくね。さあ、そんなわけで、はい、喉も渇いてきたでしょう。あ、うん、乾いた。いい振りだね。じゃあ、なんか食べますか。何飲みますか。食べる。タコワサ。タコワサ。飲み物は。ないよね。飲み物は。飲み物、はい、お願いします。飲み物は何。じゃあ生ビールで。はい。じゃあすいません。はい。すいません。生ビールとタコワサ。あ、女性スタッフがいらっしゃるんですね。素晴らしい。あとキュウリ。え、タコワサあるの。本当にすごい。お待たせしました。あ、来た来た来た。タコワサでーす。あれなんか。よく見かけるね、君。はい、お疲れ様です。入ったばっかり、ここ。はい、まだ新人です。よろしくお願いします。あ、本当よろしくね。はい。今日のウェイター、箸、ちょっと。今持ってきます。はい、お願いします。さあ、じゃあ、はい、今ね、料理を持ってきてくれる間に、はい、宣伝しましょう。はい、宣伝しましょう。ひろみさんの宣伝しましょう。はい、お願いします。さあ、まずですね。はい。これから、順番これからでいいですかね。はい、そうですね。はい、直近はそうですね、はい、ちょっと印刷してくんのをね、ごめんなさい、忘れちゃったんで、フライヤー持ってくんの忘れました。よいしょ、これでどうだ。あ、見える、丸見え。あ、いいね。ひろみさんが見えない。はい、これ何。はい、これはベリークイーンという、あのニューヨークを拠点に活動しているケイシーっていうダンサーがいて、ベリークイーンっていうグループを作ってるのね。うん、でその人たちの公演でシルクロードっていう、なんていうのか、まあ、ミュージカルっぽいダンスもありつつ、ちょっとなんかお芝居もありつつな公演がありまして、それがあの日本に来てくれるんですね。7月11日なんですけど、これ、うん、まだチケット買えますか。うん、まあ、買えますよ。ちょっと画面がね、明るすぎちゃった。これで、あ、これで、いいですね、これでちょうどいい。はい、チケット買えます。7月11日に亀有リリオホールで行われます。亀有なんですね。はい、で E プラスとか売ってます、チケット。そのどこ、うん、プレイガイド、チケットピアとか。もう一回ちょっと名前を、イベントの名前を。イベントの名前はシルクロードです。シルクロード、シルクロード、シルクロードで。みんな覚えたかな、これ写メしたかな、ちゃんと検索してください。はい、でこれはオーディションを受けて、あの全国からオーディションに受かったダンサーが集まってきて、すっごいいっぱい出るんですか、これ。そうなんです。なんか写真がずらっと、うん、外人さん、外人さん、そうそうそう、ニューヨークから来てくれるんですよ。すごい、外人祭りですね。へえ、すごいですね。本当に全国だ、これ。そう、そうなんです。これマジすごい。これちょっとウェブサイトとかでも検索してください。はい、ぜひぜひお願いします、はい、この機会をお見逃しなく。もう一回ちょっとタイトルの部分だけ。はい、シルクロードです。アップで見せとかないと。ぜひ。7月の11日、はい、再来週の土曜日ですね。そうですね、もう10日後だ。そうだ、早く行かないと。早く行かないとじゃないや早く買わないと。そう、
じゃあ次これでいいですか。はい、はい、じゃあお次はこちら。こちらはですね、あの ATS トライバルフュージョンのとゴンちゃん、ゴンゴンちゃん、あのバロンドールというデュオのとお一人のゴンちゃんに誘っていただいた、なんか結構面白めのイベントです。ほほ、琵琶を演奏する方がいらしてくださいます。ザクロスタジオで、7月25日の土曜日です。あのザクロですね。あのザクロです。あのザクロのスタジオ、ザクロスタジオ、スタジオがあるんですか。あるんです。あ、レストランの方じゃなくて。そうそうなんだ、知らなかった、うん、居心地いいと思います。とっても昼間なので、そうだ、7月25日の13時。はい、はい、お母さんたちもぜひ。はい、はい、これは11日、あ、その翌々週ですね。そうですね。なるほど。じゃあ次はこれでいいですかね。はい、これは何でしょう。アルクヌーズと踊ろうです。わかんない、題名はそんな題名なのかわかんないんですけど、日暮里にありますチュニジアンレストランのクスクスさんで、大先輩のルカさんと、あとアイリさんと踊らせていただきます。で、生演奏です。へー、生バンド、もう今話題の引っ張りだこのアルクヌーズさんと。はい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 、はい、なんか外人ついてますね。あ、そうだね、うん、でもうん、そうだね。これが8月の1日、8月の1日、はい、これも土曜日ですね。土曜日です。はい、みんなちゃんと寝ましたかな。はい、もう一個あったかな、はい、あ、これは、まあ、もう一個はこれは写真だ、はい、写真だけでしたね。これは、これは何の、今3年目になるかなと、六角橋商店街のドッキリ闇市という大道芸のようなイベントが、毎年4月から10月まで、毎月1回行われる夜のイベントがあるんですけど、野外ですね。そこにレギュラーで出させていただいてます。毎月4月から10月まで第3土曜日ってことは、はい、一番実近近いと今度、7月やるんですか。7月やります。7月18日かな。すごい、じゃあ11、18、25、そうなんですよ、毎週土曜日。そう、でもね、減らしてるんですよ今。うん、やっぱきついですか。きつい、なんか、うん、ちょっとわかります、ね、私単細胞なのでなんかダメなんだな、もっと減らさないとって気づいたんですよ最近。それは なんだろう、こう精神的にあれなんですか、追いつかないんですか。そう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 、精神的に追いつかない。あー、でも確かにネタとか考えると、うん、毎回同じのやるわけにもいかないだろうし、うん、そうやっつけになっちゃいがちじゃない、あ、続くと。そうですね、うん、まあね、でも夏だからいいんじゃないですか、うん、とりあえず。え、夏だから。夏そうか、暑い、夏だからいっか。で、冬休んで、うん、うん、え、あ、アリとキリギリス的な。あったかい時はいっぱい活動して、う、うん、寒くなったらちょっと控えめにして。そうですね、脂肪を蓄えてね、冬の間は。そうしようかな、じゃあ、うんうん、いや、でもなんかそれでいいかなと僕なんか思いますよ。なんか季節、せっかくこうなんかみんながわーっと盛り上がってる季節に、あ、なるほどね、こう乗っかって家にいるのもなんか寂しくないですか。あ、全然寂しくない。寂しくない。もうな、もう家から一歩も出たくないんですよ本当は。そういう感じなんです、実は。最近なんか僕の偏った情報かもしれないけど、ダンサーさんそういう人多くないですか、はい、なんかこう引きこもりたいと思ってる人多いかな、多いのかな。やっぱ出疲れしちゃうのかな。あると思いますね、あると思う。じゃあこう出疲れを感じたら、うん、こう一歩成長したのかもしれないです。あ、それはありますね。私そうですね、もうとにかくバカズバカズと思ってた時期はやっぱりありましたね、うん、でもやっぱり合間合間で先輩が見てくれたりとかして、うん、うん、で、あの、ズバッと言ってもらったりとかして、やっぱこれじゃダメだなと思ってとか、体力的なこともあって減らしてますね。これでもそう、うん、コントロールしてる。
そうですよね。なんかこうやりすぎると薄くなっちゃいますからね。うん、あ、まあでも全然できる人はできると思うんですよ。できてるでしょう。だってみんな毎日毎日踊ってる方とかいっぱいいますもんね。まあ、職業ダンサーの方、人によるのかな。いやでも僕も最近ちょっと体力をね、いろいろこう感じるようになってくるとね。感じます？感じる。どんなところに感じる？食べ物どうですか？食べ物、うん、食べ物で昔すごい大好きだったのに最近食べれないものとかない？あ、それはない。でも逆はないのかよ。あ、え、だから若い頃はあんま好きじゃなかったものが今普通に食べる。生姜とかみょうがとか。ちょっと違います。あ、まあまあ近いかな。お、なんかそういうのを美味しいと思うようになった。うーん、近いかな、うん、きっとね、求めてるものがこう変わってきたんだと思う。変わってくるね。肉とかだからやっぱり食べなくなってきた。だんだんそこでそこ減ってきた。そうそう、私もそう。あんま積極的に食べない、うん、私もそう。肉、うん、減りましたね、うん、野菜美味しいって食べるようになった、うん、それ老化ですよ。老化ですよ ね。あと睡眠時間が増えてきた。Me too。 もうとにかく寝る。そうで、寝るとすごく元気なんだけど、寝不足になるともうダメみたいな。わかる、わかるわ。なんかとにかく寝ないとね。そう、とにかく睡眠は大事ですよ。なんか、うん、そういえばネットの記事にありましたよ、うん、なんか物事を習得するのに、うんうん、うまくなるには寝ることだって。なんかそんなことが書いてあった。極論だなそれ。なんか楽器とかよく練習するのに、うん、がむしゃらに練習してもダメで、うん、やっぱり休まないとダメだって。ああ、で、そういうことね。人は寝てる間に、うん、その起きてる間にやったことを頭の中で整理してるから。情報処理をするって言いますね、うん、だからずっと起きっぱなしでやるよりかはちゃんと睡眠をとった方が上達をしやすいっていう風にね、ネットの記事に書いてあって。なるほどね。鵜呑みにしました。ああ、 いいと思いますよ。あの、睡眠時間を削ってまでもやるんではなくて。そう、うん、そういうことですね。いいと思います。だから今がむしゃらにやってる人、寝た方がいいですよきっと。そういうことですね、うん。じゃあそんなわけで、ちょっと、はい、どんなわけだよ。はい、一通り宣伝もね終わったので、はい、よろしくお願いします。曲をね、はい、かけて、休憩しましょうか。おかわり、はい、そろそろおかわりが欲しくなってきたと思うしね。かこわさ食べないと。今のうち、あの、休憩中にボリボリ食ってくださいね、うん、はい。じゃあちょっとね、食べます。じゃあちょっと5分ほど曲を聴いてもらいましょう。はい。
はい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 、カメラ切り替え、トン切り替わったのかな、これ、あ、切り替わった、はい、戻ってきました。はい、キュウリ食ってます。はい、もう飲み物だけじゃなくてついにつまみも出るようになったガラムラジオ居酒屋ガラムガラム、次の、お客さん募集してます。でもね、リクエスト通りに飲み物が出てこないことがね、うん、今日新田さんに何が飲みたいって聞かれたんですよ。なので答えたんですね。それがないんですよ、ここにリクエスト聞かれたのに。だから私は本当に申し訳ないんですけど、初めて明大前に、明大前のねガラムガラムには今日初なんですよ、すいません、本当、ごめんなさい。で、初で、どんなとこなのかなと思ってずらーってこうボトルとか並んでて居酒屋だ、シャッ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 とかやってくれんのかなと思ってすっごいワクワクして、で、マイヤーズコーク、ライム入りでまで注文して、私すっごいワクワク、あ、久々にマイヤーズあれ一ボトル買っちゃうとなーって思ってたから、今まで飲んでなかったのね、マイヤーズを。よっしゃーと思って、マイヤーズと思って来たんだけど、無理だよ、あ、それ本当だったんですかって新井に言われて、あ、マネージャーね、ガラムガラムのマネージャーの新井くんがさ、あ、え、あ、あれ本当だったんですかとか言って、いや本当だよ、もうリクエスト聞いてんじゃんみたいなね。マイヤーズはごめんなさい、あ、いいよ、ボトルものはね、うん、ちょっと、なのでその代わりのタコワサ、タコワサが来ました。はいはい、じゃあ気を取り直していきましょう、生っぽいビール飲んでます。そう、生っぽいビール飲んでます。はい、じゃあね、思い出の曲コーナーってことで、うん、清美さんからまた いろいろ曲をいただきました。どん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 、パフパフ、どん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 、さあ、はい、今日ね、4曲もね用意してもらってるんで、はい、ちょっと2曲って言われたんですけど、どんどん矢継ぎ早に行こうかと思います、まず1つ目、はい、まずはちょっとね、聞いてもらった方がいいかな、うん、あ、これイヤホンちょっとしてください、はい、これ絡まっちゃった、はい、片っぽだけでいいですよ、はい、じゃあちょっと1曲目をね、どんどん、なんだこのノイジーな音は、あれ、ライブ、ちょっとワイプで見せましょう、ワイプ、まあ、ここにちょっとだけ見えてますから、うわ、すごい、はい、これはもうおなじみのビートルズでございますね、 I want you hold your hand、日本語名が抱きしめたい、これは随分おかしいだろって、これ随分古い曲というか、あまりにもオーソドックスな、なんで抱きしめたい、ね、手をつなぎたいがね、抱きしめたい、ね、さあ、なぜこの曲を選ばれました、なんぜかというと、はい、あのですね、中学校の頃ってやっぱり洋楽を聴きたくなりません？のね、洋楽が大人の階段だから。で、授業でも英語があるし、うん、そうそう、あ、私たちの頃は中学校からだったんですよ。今は小学校からも。そうか。そうよ。もう1、2年生から英語。やってんだ。うん、やってて、だちょうどそんな時期なので洋楽を聴きたいなと思ったんですけど、うんうん、で、やっぱりロックに行くでしょ、ね、もちろん普通にね。で、その当時あの好きだった男の子が、うん、あ、俺これ好きだよって言って、うん、やるよ、うん、カセットテープに撮ってくれて、うん、くれたんですよ、うん、それがモトリークルーだったんですよ。もう王道じゃないですか、はい、ロックだったら。そう、全然染みなくて全然染みなかったんですよ。ダメ、うん、でも、まあ、うるさかった、あ、うるさかったね。そう、一生懸命聞いたんですよ、人もう、うん、テープビロビロになるまで聞いたんだけど全然染みなくて、で、あ、あれってなって、で、これはすっごく仲の良かった お友達が、うんうん、これ、うちのお母さんがよく聞いてるやつって、あの赤版、赤版青版の赤版に入ってて、で、まあそれもカセットテープに入れてくれて、で、まあ、一通り聞いて、本当はその赤番に入ってたミズリっていうのが好きなんですけど、はいはい、赤番の中では、うんうん、でもこのアウンホールハンドは放題がね、抱きしめたいなんですよ、うん、で、この英語の題は
I want to hold your hand なんですよ。だ手をつなぎたい、ね、そう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 。で、まあ、歌詞とかもよく聞いてて、なんかうぶっぽい男の子が、あ、なんかドキドキしたよこの女の子かわいいぜっつって手つなぎたいぜって言ってんの、うんうん、で、なん、え？で、抱きしめたいなのって思ったところからですね、語学への興味が始まるんですよね。これ中学生の時じゃないですか。中学生の時英語の成績じゃ よくなったんですか。よかったんだよね。あ、よかった。でもね、でもね、中学校2年生で、うん、I have to っていうのが出てくるの、はいはいはい、何々をしなければならない、うんうんうん、で、私そこで一回つまずいたんですよ。一回つまずいて、うんうんうん、新聞幹部になって、うん、英語嫌だって思ったんだけど、うん、この辺からあ面白いじゃんってなって巻き返して、うん、まあ、中学校3年間は成績良くて、で高校でもね英語は成績良かった。へえ、すごい。ビートルズで、そうビートルズで英語に目覚めた。英語に目覚めた。おお。そしてあの、あ、赤の青はもう全然英語が聞き取りづらくなっちゃって、もう喋ってることが。だけど赤はちょっとアイドルっぽいというか、そうです、聞きやすいです、ね、そう聞き、あのこう単語単語ですごく区切れてて、うんうんうん、聞きやすくてハマりましたね中学校の頃は。私ビートルズ聞いてるみたいな感じもあり、当時いました、英語わかるみたいな。ビートルズ聞いてる人っていなかった。いないっすよね、うん、ビートルズが話題になったことはなかった一度も。もうだって、うん、とっくに、うん、ビートルズ熱はない。もう全然 お父さんお母さんの時だもん ね、うん、クラシックですからね、はい、中学生からしたらね。そうそうそう、クラシック音楽でしたね。そうか、その時代にビートルズを聴いてたんですね。そうそう、僕ビートルズ聴いたのもうほんと二十歳過ぎてからだもんな。本当、うん、なるほど。なかなかビートルズで来ると思いません、一発目ね。ねえ、じゃあちょっと二発目いっていいですか。え、はい、じゃあ二発目いきましょう。はい、聞こう。始まりました。はい右と左を、はい、もう、あ、いいか、はい、あ、これは、はい、ボブ・マーリー、うん、ボブ・マーリーときましたか、うん、ビートルズからボブ・マーリー、うん、これもまた極端な感じですけど。そう、そうですね、これ、うん、これはどんな思い出があるんですか。これボブ・マーリーはですね、と専門学校を卒業した後に、うん、もうちょっと真ん中になる、うん、なんかねワイプでね顔が切れて専門学校を卒業した後にリゾートバイトで与論島に行ったんですね、はいはい、で私のリー清美は与論島に行って、うん、60% ぐらい出来上がった感じなので、お、そんなに深い、深かったんですか。本当に深かった。あ、ちょっと本当に深かった。ちょっと触れちゃったんだけど、すごく深くて、で、料理とかに興味持ったのも与論島、ちょっとどの辺、与論島だし。すごい楽。で、音楽とか、あ、そう、あとダンスに出会ったのも、うん、ベリーダンスじゃないんですけど、与論島だったし、うん、すごかったね。人生を形成された。で、そこで一緒に寮生活だったので。はいはい、一緒に住んでた女の子たちとよく音楽を集まって聴いてたんだけど、で一番印象深かったのが、まあ、ボブと、うん、あとね、なんだっけな、あ、ガーネットシルクっていう、またそれもレゲエのシンガーがいるんですけど、うん、でそれが、まあ、一番印象深くて、で、まあ、なぜバッファローソルジャーかというと、ただ単にこれはみんなでとにこれをかけながらよく踊ったっていうだけの話でた、まあ、ボブが第二のポイントですね。やっぱレゲエなんですか、海の人って。どう、海の人、海の人ってあれじゃない、メロディアスコアとかメロコアとか。そうですか、なんか、うん、僕10年ぐらい前に湘南の方とかよく遊び行った頃って、はい、どこでもレゲエばっかりする気がするんですけど、はい、あ、でも、あ、でもそうですね、あとね、うん、今50代ぐらい、今50代今50代ぐらいの人たちがVV行ってた頃、うん、でものすごくジャパンスプラッシュとかですっごいジャマイカのアーティストが来てたよね、うんうん、あ、それよりは全然若いよね。あれ、あれおかしいな、世代じゃない、世代じゃない。あ、そうか、私もでも波乗りするんですよ、うんうん、でも私の時はそのやっぱメロディアスコアとか速いやつとか聞いてましたよ、周りは。あ、本当、うん、あ、メロコはね、うんうんうん、あ、メロコはもう聞いてましたけど、うん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 、あ、そうなんだ、はい、そうそうそう、レゲエ
レゲエときましたか。なね、なんでしょうね。でも与論島、与論島ね、与論島何年ぐらいいたんですか。でも短かった、1年半ぐらい。でもずっとそこでいわゆる働いてたっていうかあれですよね、はい、すごい。その話だけでなんかいくらでも話せそうな気がしますけどもしかしたら、でも話せない話がいっぱいありそうな気がするけどそうね、あでもそうでもないかなじゃあ次の曲いってみましょうかね、はい、次の曲はこちらでございます。そう、本当は2曲思い出の曲を言ってって言われたんですけど、ちょっと決めきれなくてあ、ちょっと右と左どっちだっけ、ちょ4曲になっちゃったんですよめっちゃ絡まってますこれすいません、これね、これも映像がね、はい、ないあ、ないのね、写真しかなかった。おあ、でも写真ちょっと見せときますか。あ、そうですね、誰って感じ。はい、この人です、ムーミン、うん、ムーミン知ってるかな、みんな知ってるかな、みんな。まあでも普通にこうね、うん、J-POP 聴いてる人だったらムーミンは知ってますよね、きっとね。そっか、 J-POP ね、 J-POP なんだ。なんか J-POP って聞くとちょっと安っぽくなっちゃうの。そう、ちょっとねでこれレゲエつながりできましたね。はい、レゲエつながりできました。なぜムーミン、はい、与論島の時に、うん、まあ、レゲエにハマりまして、うん、で与論島の時に運転免許を取りに沖縄に行ったんですよ、うん、はいはいはい、で沖縄で運転免許を取っている時に、うん、まあ、レゲエクラブに遊びに行きまして、うん、でまあその当時あのダンスホールレゲエというのが、まあ、流行ってたんですよね。ダンスホールレゲエ、はい、ダンスホールってあジャンルの名前なんですか。ジャンルというかスタイルっていうかって言ったらいいのかな、例えば別に本当のダンスホールのことじゃなくて、ダンスホールっていう種類の何かがあるの。なんていうんだ、あのリズムの打ち方っていうのかな。例えばなんかさ、ずった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 とかってなんかワンドロップとかっていうじゃん。だからあのリズムの種類なのかな。なんか早いんですよ。はいはい、このじゃじゃっていうのがレゲエのイメージだったんですけど、ドゥン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 ってずっと打ってる、うんうんうん、トラックに、うんうん、まあ、乗ってる、うんうん、で、まあまあ、どちらかというとラップ風に聞こえる、これ多分レゲエファンの人が聞いたらラップじゃねえよと言うと思うんですけどラップ風に聞こえるものに乗せて、そのずっと一定のリズムを刻んでるっていうものがありまして、でこのムーミンは本当はアコースティックのやつなんだけど、うんうん、でその沖縄のレゲエバーに行った時に、うん、私の記憶が定かならば、そのダンスホールのトラックに合わせてそのまあ、レゲエの音楽かけてる人が、うんうん、ムーミンのこのアコースティックのと、うん、ダンスホールのリズムを合わせてたように記憶してんの、うん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 、でこの歌のメロディーラインが独特だったのね、うん、ものすごく独特で、でずっとジャマイカンなまりの英語がバーって流れてる中でパッてこのムーミンのがかかって、うん、え、何この人かっこいいって思って、でまあ探したんですよ、うん、でそれから一時期ジャパニーズレゲエにもハマった。でそのジャパニーズレゲエにハマった時に、うん、エンターテイメントの世界に興味を持ったんですよね、うん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 、でレゲエの、まあ、遊び場に行くと、うんうん、こうやってレコードをかける人、音楽、DJ？ うん、そう、そう、一般的に DJ って言われてる人で、レゲエではセレクターって言うんですけど、おそう、レコードをかける人、セレクターっていうの、ね、で、これもまたレゲエファンの人に言ったら怒られると思うんだけど、うん、ラップみたいにする人がいるのね、レゲエにも、うんうんうん、それを DJ って言うんですよ。あ、そうなんですか。そう、円盤使う人は DJ って言わない。円盤使う人はそう、セレクターって言うのが、そうなんだ。私もそうびっくりして、でセレクター、その時仲良くしてたセレクターの男の子が、うん、キョミちゃんそんなに好きなんだったら、うんうん、セレクター言われば、うんうん、って言ってたのね、うんうん、でもものすごい膨大な知識がいるでしょ DJ の人って。いるいる、だって新田さんもめっちゃ聞かなきゃダメだもんでしょ、うん、でさ、最新の音楽とかってどうやって調べるの、うん、今はねネットでいくらでも検索できるけど、でもさ、その当時だったら なんて言えんの、最新のもう片っ端からヒントを見つけてはそこでもう探していく、うん、キーワードとか関連性とかでしょ。うで、
ってでまあまあ無理と、いやいや無理だよセレクターはってなって、であじゃあダンスって思ったね、お思ったんだけど、そのレゲエの遊び場で踊ってたら、うんうん、まさかレゲエから始まったんですか今の。始まってないんですよ。それで、でまあ数々のレゲエダンサーを拝見しまして、うん、むむむむむむむってなって、まあレゲエダンサー無理だなってなったんですよね。あれこっから始まったんじゃないんですね。始まってないの。ダンサー人生が始まらなかったんですよ。そう、それはなかった。始まらなくて、でまあまあ。その時はでも面白いなって、そのみんなで集まって何かを人々に提供する立場の方に行くのって面白いなって思ったね、うんうんうん、遊びに行くのももちろん面白いんだけど、うんうん、でその当時、そうそうそう、今結構有名で、まあその当時も有名だったけど、もう15年ぐらい前かな、マイティクラウンとかファイアーボールとかがね、あの横浜ですごい有名な日本人のレゲエのそのDJ なのよ、うん、でその人たちのこうもうすごい今では考えられないぐらいちっちゃいライブバーとかでやってたのね、うんうん、それをまあもう毎週末のように行ってて、うんうん、でこう壁が結構薄かったんですよ、うんうん、あそうそう、湘南の風とかも、湘南の風じゃない頃から知ってるよ、うんうん、そんでそう壁が薄くて、おーゆおーみたいな感じで言ってた子とかが、あじゃあ言ってくるみたいな感じで舞台でやってて、で壁が薄く、あでもなんかそんなに深く考えなくても提供する側になれんのかなって思い始めた、その頃、うん、でもレゲエダンスはやってないですよ。やってない、できなかった。逆立ちからかまずって思って、え待って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 、逆立ちでええあんなとこを開くなんてって思って、さすがにできなかったですね。確かにね、うん、あれは刺激的です。刺激的、そう刺激的、刺激的、そう、うん、以上、以上、まあダンスホール、レゲエの旅、そうそう、ダンスホールね、ハマりましたね。でレゲエから次、はい、どこに行ったかというと、そう急激にも、はいまた、はい、じゃあ行きますよ、4曲目、はい、はい、L、これね映画のワンシーンなんですね。あそうそう、この映画のワンシーンのこのバージョンが好きです。最初何だろうと思った、うん、あ始まった、でいきなり歌が始まって、そうそう、これはもう映画のラストのラストのラストの方です。あそうなんです、はい、一番終わりのシーンですね。この曲は何かと言いますと、はい、こう曲名が分かんなかったんですけど、あれこれ曲名ヒターノじゃない、じゃなかった、トラ聞いたら違ったんですよね、この曲じゃなかったんですよね。だからまあ映画ジターノ、何でしたっけ、ヒターノ、ヒターノ、あの GITANO って書いてジターノって呼んじゃうんですけど、ヒターノっていう映画ですね、スペインの映画、はい、そうです。なんかこの主演が、うん、ホアキン・コルテスっていうダンサーさんなんですね。そう、とても有名なダンサーさんなんですよね、この人が主演している、はい、何映画って言うんでしょうねこれね、ギャング映画なんですよね。ギャング映画、そうですね、僕見てない、ギャング映画だよね、ギャング映画ですかこれ。ギャング映画かな、なんちゃってギャング映画ですね。なんちゃってギャング映画です、はい。結構ねこれ、この映画の情報を見たらケチョンケチョンに書かれてて、そうなの、うん、わかる気がします、はい。なんかあの内容よりもサントラがいいとか、うんうんうん、あもう本当まさにおっしゃる通りで、でこの、はい、映画というか、はい、見て、うん、見たわけですか。はい見まして、でそう、そのブログを書いていらっしゃる方本当に 100% 正しく、ストーリーよりも出てくる音楽、出てくる音楽が本当に印象的で、でこの中に出てくるね双子の女性のデュオのシンガーとかも、もういでたちからすごくかっこよくて、ヘアスタイルとかもかっこよくて、で歌ももちろんかっこよくて、でその曲はまあ振り付けとかも作ったんだけど後々ね、ですっごく印象的でかっこいいと思って、であのジプシー文化にちょっと惹かれていくんですよ、ここから私は、うん、この映画のタイトルのヒターノっていうのがスペイン語でジプシーのことなんですよね。じゃあここからですか、ダンサー人生は。早い、まだ早い、まだ早い、まだ行かない、ずっと待ってるんですけどね、まだ早い。で、
でまあそれで、でもほだって早いじゃん、まだだってね、どうやってベリーダンスにたどり着くの。そうですね、スペイン、まだスペインだ。そう、まだスペイン、まだスペイン。そう、まだスペインで、で、あ、かっこいいなと思ったんですね。で、まあ、サルサをやったりとかした時もあったんですよ、うんうん、で、そのサルサをやってる時のお友達で、うん、あの、Y さんっていうお兄さん、うん、年配のね、うん、すごい年配のギターを弾く、スパニッシュギターを弾く方がいて、うんうん、で、ポロッと、うん、私フラメンコでもやってみようかなって言ったら、うんうん、絶対やめた方がいいって言われたの。あら、え、そうなんですか。そう、それで絶対やめた方がいいよ。で、多分私は続かないと思ったんでしょうね。あのね、あれはね、フラメンコがってことじゃなくてってことですか、うん、フラメンコ、でも私の性格とフラメンコの厳しさを加味してうん、うん、あ、キョミちゃんは無理だろうって思ったんでしょうね。で、あの、足がボロボロになる、まず踏むから、ああ、うん、なるし、とにかく難しいからやめた方がいいよって言われてやめたんですよ、うん、やる前やめちゃうあ、そっかってなって、で、でもスペイン語って素敵だな、響きが、うん、って思って、まあジプシーキングス聞いたり、うん、チコアンドジプシーズ聞いたりしてたのね。で、スペイン語の歌いいなって。で、スペイン関係、ヒターの関係の映画を漁るようになって、ベンゴっていう映画に、ベンゴにたどり着いたね、うん。で、ベンゴは、まあ、ほぼほぼ、本当にジプシーのお話で、うん、出てくる音楽もジプシーの音楽なのよ、ほぼ、うん。で、そこで、その、どこだったっけ、アンダルシアだったっけ、どこだったっけ、あのイスラム文化と交わってるとこがあるんですよ、スペインにね。わかんないな、どこだ、アンダルシアだったかな。で、そこで、あのヒターノってさ、結構ヒターノ、ヒターノで固まってるんだけど、うんうん、で、そこで、あの、そのイスラムどこどこが侵略してきたとか、そういう系かな、よく分かってない。そ、え、結構そういう映画なんですか。そういう、うんうんうん、もう後々の、それは本当にジプシーの生活の映画、うん、だから、それあんまりストーリー性はない感じ、うん、で、そこになんかベリーダンサーが出てくるんですよね。で、ベリーダンスの格好はしてなくて、確か真っ白い衣装で、うんうん、だったのね、うん、で、そのイスラム文化と私たちの文化の融合を祝おう的なことを言って、もうろ覚えなんだけど、うんうん、言ってて、で、フラメンコダンサーとそのベリーダンサーが一緒に踊るのね、うんうん、で、それがすっごいかっこよくて、へー、で、その時私ベリーダンサーって何だか知らなかったから、うんうんうん、ベリーダンスって何だろうって思ってたの、うん、で、ベリーダンスっていうワードは引っかかってた、はいはいはい、で、そっからでもすぐには行かなかったと思うけど、へえ、うん、じゃあそれで2004年に始めたでしたっけ、あれ違う、うん、でしたよね、そんな感じかな、うん、確か、だからその時本当に初めてアルカマに来た時が本当に初めてのベリーダンス、初めてのベリーダンス、そうです。じゃあそれベンゴ見たのが何年ぐらいまで、結構20代だよ、20代の後半だよ。で、ベリーダンス始めたのも20代の後半ですよ、うん、いや何年ぐらい空いてたのかなと思って、弁護を見てからすぐだった、あ、で、引っかかってたけど、うん、すぐには始めなかったんですよね。弁護を見て1年ぐらい、うん、1年ぐらいかな、数ヶ月かなっていう感じ。よく覚えてました、ずっとキーワードだけ引っかかってた感じなんですか、うん、で、まあ、たまたまって言い方変だけど、そうで、たまたまベリーダンス教室みたいな、それがですね、そのベリーダンスは、で、その映画を見て、うん、で、ベリーダンスというものは、うん、ソロで踊ってるシーンが多いんですよね、動画とか。そうですね、ソロダンスですからね、基本的に。で、まあ見て、うん、あ、ベリーダンスってこういうのかと思って、うん、あんまり惹かれなかったんです、はいはいはい、ソロで踊ってるの見て、うんうんうん、で、まあ、レゲエつながりのお友達がたくさんいたので、うん、八王子の方に、うん、今もやってるかな、原っぱ祭りっていう祭りがあって、うん、11月ぐらいに3日間ぐらい通しでやる、みんなキャンプとかで泊まる祭りがあって、そこにアルカマのみんなが踊ってたんですよね。あー、なるほど、それを見たんですね。そうそう、それを見て、え、ベリーダンスやるって、うん、っていうのだけ聞いて、え、ベリーダンス見たい見たいって言って行ったら、で、まあ、群舞でやってて、マハさんが率いてて、はいはいはい、
その大先輩のルカさんとかもいたし、あ、ももちゃんとかもいたかな、うん、ももちゃんすごい覚えてる、ルカさんいて、ももちゃんいて、あと純子さんとかもいたかな、玉木さんもいましたねって感じです。で、グムだったんですよ、はいはい、で、すっごくかっこよくて、ベリーダンスってこんなのもあるんだって思ったのね。で、その時にマハさんに話しかけて、習いますって言って、すごいですね、その場で。そう、でもマハさんはあんなだから、ああ、はい、じゃあアルカマラーニで検索してくださいって言って、はいって、全然、あ、本当はじゃあ私はディアメのこれとか全然なくて、ああ、はい、じゃあアルカマラーニで検索に似てませんって言われて、あ、はい、つうかね、その時がすごい想像できるでしょ、はい、アルカマラーニ検索、え、ああ、はいはい、で検索して本当にって言ったんですよ。そこはすごい情熱的でしたね、うん、なんか 急に来ましたね、このこう来るかと、来ました、ね、来るかと思いきや来ない来ない来ないガーンって、はい、急激キーワードですね、キーワードでとして残ってて、うん、それまでは全く何の興味もなかったんだけど、だ旅しました、だいぶ、ね、だいぶ旅しましたよ、もうね、ビートルズから行ってヨロントレゲエ行ってスペイン行って、ね、通ったからね、たどり着いたよ、ようやくね、うん、ここ途中で、ね、レゲエダンスやるかと思いきややらなかった、やらなかった、フラメンコやるかと思ったらやらなかったし、やめといた方がいいよ、うん、分かった、やんないっていうまあでもこれやらなかったからベリーダンスやったんですね、でしょうね、そう思うとね、うん、よかったです、はい、ありがとうございます。レゲエダンスもフラメンコもやらなくてね、うん、今この、でこんだけあのオチをつけたっていうことにみんなあの褒めてください思い出の曲からどうオチをつけよう、そう、反省、本当悩みましたよ、これ4曲で清美さんの反省語りましたからねそう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 思い出の曲、思い出の曲2曲ってさ決めらんないよ、これだね、え、じゃあ何、小学校の頃のあれかなとか、あの卒業式に先生が歌ってくれたあの歌かなとかそんなすごい、どうしようどうしよういっぱいあるもんね、思い出そうって、はい、オチを、あ、でもな、これ待てよと、オチをつけなきゃいかんだろうと思いまして、ベリーダンスにつなげなきゃダメでしょこれ、うん、って思ったわけですよありがとうございます、見事につながりました、よかったっす、もう、はい、よかったっすね、もうとりあえずあのじゃあ最後のきっかけになったヒターノとベンゴは見た方がいいですね、はい、これね、あのそうでもないんだ、あ、でもね、そうでもないの、長髪でヒゲの男が好きな人は見てくださいヒターノの方はね、ホアキンはかっこいいよ本当に、あ、めっちゃね、いい男でしたね、うんうんうん、あのキヨシの原型ですよ、キヨシが、やっぱりそうなんだ、そう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 、真似してる真似してる、実は写真見て写真見て、はい、あのそうだよそうだよ、これもしかしてって思ったんだけどうんうん、うん、もうこれ気になる人いると思うから、うん、そうだよ、これダメ、見せた方がいいね、だってホアキオコルテスにしようかと思ったんだもん名前をそれで、そうそれもちょっとアギーさんにつながるなんか元ネタ探しホアキオコルテスどうかなって、あの相方のキヨコちゃんに相談して、んー、でもキヨって終わるとちょっと女の子っぽいんだよなって言ってて、あ、じゃあやめるって、それも素直にやめたんですよ、すぐなんかあ、じゃあやめる、やめた方がいいって言ったらすぐやめちゃうねそう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 なんですよ、ああ、うん、じゃあやめる、ホアキンコルテス、うん、ちょっとこれそう、いや、いや用意しようかと思ったんですよ、うんうん、多分ね、これ挑発のやつだよね、挑発でなんかそう、わかるわ、挑発のやつがいい、ちょっと待ってね、うんうん、どれがいいんだろうな、どれがいいんだろうね、そうなんです、モデルですよ、ヒゲの感じとか、その他の画像ちょっとどれか選んでください、あ、この辺とか、あ、この辺とかかな、ちょっとね、いや全然男前だけどね、こっちの方が相当、あれ違う、間違って違うとこに行ってしまったなんかマリリンモンロー、全マリリンモンロー出ちゃったよこれ、そうなんですよ、あ、それそれ見れるか、みんな見れてるはず、これホアキンさんです、はい、ホアキン、ホアキンコルテス、僕実はこっちの写真よりね、うん、ね、あ、でそれでこの写真を見た瞬間にね、あれあれって思ったの、
あーいいですね、うんうん、これを調べた時に見た時に、うん、あれもしかしてそう原型なんですよ、これじゃんとかって原型なんですよ。そうか、こっちの方が僕似てると思う、清志あのウィキペディアでワーキングコルテス検索すると、はい、この清志が出てきますか面目ない。いやちゃんとオチがついた。そう、清志話聞こうと思ったけどもう時間ないから、まあ、また今度。そう、原型、はい、でも分かった、もうきっかけ。そう、きっかけ、かっこいいな。だからやっぱりヒターの見た方がいいね。あ、ヒターの見た方がいいですよあの早送り、ところどころ早送りしていいんで、その本人が出てるとこだけ見ればいいんですよ、はい、こうやって飛ばして。 あと音楽ね。あ、音楽かかったと思ったら止めていただいてじゃあぜひあのツタヤに行って借りてください。お願いします。じゃあちょっと曲に行きましょうかね、はい、曲をかけましょう。はい、はい、ありがとうございました、はいはい、はい、よいしょ、はいはい、来ました、ガラムガラムお買い物コーナーでございます
さあ、本日も素敵なお買い物をしたいと思うんですけれども、はい、ちょっとこれ、ね、キュウリが引っかかって落ちそう。ごめんなさい、ごめんなさい。すごいね、所狭しと並んでる商品がうまい具合に。10ヤード10ヤードスカートだって。10ヤードスカートお、今ガラムガラムで人気の商品でしょ。これ10ヤードスカートって10ヤードだったら普段でもいけますよ。普段そうですよね、普段着でも使えちゃう。いけますね、10ヤードぐらいだった。あ、なんか珍しいじゃないですかこの配色。ねえ、あ、いい、ほら、あやちゃんが似合うって言ってます。箱も持ってきちゃいましたよ。あらあら、羊の、羊、あやちゃんが箱を持ってきてくれました。店員さんだね。いいですね。じゃあ10ヤード、これはあれですね、プラスアルファで衣装変えたいな、どうしよう、でももう荷物多いよって時に家からぜひ履いてってください。あ、で、衣装替えでこれを変えて履いてください。じゃあこれ、はい、はい、いいですね。スカートが豊富ですね。うん、うん、これあれだ、私持ってる、あのアナンタボーガが全員持ってるやつです。おお、アナンタボーガが全員持っていて、ウルトラシフォンスカート25ヤード。これはもう黙ってても、あ、違う、違う。黙ってても売れるやつ。すっごく軽くて、ちっちゃくなって、いいですよ。あなたも全員持ってます。これ、清見モデルにしちゃったらいいんじゃないですか。清見モデルにするか。あ、これも可愛い。あ、これも、うちのあの、大きいダンサー2人、サチエと、サチエと、サラですか。そう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 。やべ、本名が出そうだった。サチエとサラも持ってます。はい、じゃあどんどん行きましょうか。無地もいいですね。無地最近履いてないですけど。へえ。これ作ってるんですよね。そう、自社工場？あの、いや、社長がインドに行って、うん、インドの職人さんに作らせて、自分がデザイン設計図書いて、設計図、設計図、パターン、そうそうそう、設計図。だからあれだよね、なんか結構揃ってるから、うん、発表会とかで使うのにもさ、あのバーって揃いましたよね、数がね、何十着とあって。そう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 。だから今社長インドに行って新作、うん、新作作ってるんですよ今。上ですか、下も？全部でしょう。っていうか今度の8月に向けて、うん、8月、あ、そうかそうかそうか、そうだ、ファッションショーの、そう、言ってないじゃん。あ、後でいい、後でいい。はい、え、すごいね。あ、なんかほらケセラ部長が好きそうなやつ。じゃあケセラ部長好きそう、なんとなくなんかイメージ的に好きそうな。似合いそう、似合いそう。部長、こういったものもめっちゃいっぱいあります。はい、はい、これ部長にお土産、部長にお土産で。あ、あとなんか民族スカートが結構あるんですね。やっぱり社長がインドに行ってるから。うんうん。こんなのね、マライカ行ってもね、一着あるかないかだもんね。うん。1,2,3,4,5,6着ありますよ。すごいすごい。あ、お値段わかんない。かっこいいね。スカートはあれだけど、エスニックテイストを常に身につけたい方はぜひとも。あ、素敵な、ね、結構頑丈そうですね。頑丈そうですね。大量に荷物を、めっちゃ衣装とか入れても大丈夫。大丈夫だと思います。ここ壊れても縫えます。大丈夫ですか。もうカメラのケーブルが開くとこ結構限界でね。あとね、これ、これいいですよ。私も持ってます。あの、普段着てます。うちの神さんも普段着てます。ね。普段着てて、私はあの普通なんだって思ってたんですけど、バ、うん、イオリンのエムン君が、うん、民族衣装で来たってリハーサルの時にびっくりされました。まあでもじゃあこれをじゃあエム君にあげましょうか。エム君に。はい。あ、じゃあ新田さん、この何これ、いつ入ったのこれ。これ新しいの、これいつ入ったの。これいいね、これ。
これもらってくよ今日これ。これ新しいのこれいつ入ったのこれ。これいいね。これいいじゃんちょっと。これいいじゃんこれ。これそれじゃあお買い上げ。お買い上げ。これ包んで。これちょっと包んどいてください。あれぐらいでいいかな今日のところは。今日はあれを持ち帰る。あ、大物、うん、あ大物ちょっと持って帰る。ちゃんと放送した方がいい。うん、あのクールにしといてください。ギフトラッピングした方がいい。ギフトラッピング、はい。このあちょっとやめとこうかな。まだ。はい、ギフトラッピングでお願いします。はい。はい、じゃあちゃんと最後はね、はい、レジで精算してってくださいよ。はい。あの新しく入ったあれいくらかな。はい。よいしょ。はい、素敵なお買い物もね、うん、終わりましたんで、よいしょ。よいしょ。あ、いい買い物しましたね。しましたね。最後はあれいくらぐらい？最後あれいいね。最後の。うん、あれ新作のあら、新作あらいって言います。新作のあらい。あらいです。ピチピチしてたよ。まだね。まだ。まだ若いですよ。四捨五入してまだ二十歳ですよ。確かに四捨五入して二十歳ですか。あれはじゃあ何が何でも持って帰りますね、うんうん、でもまああのあやめとこちょっと、うん、プライベートの話しようとしたあそうですね。で持って帰って職場にね置いとく置いとこうかなと思って食費欲しがる人がいっぱいいるんで、うちの職場食費すごいかかるから気をつけた方がいいですよ。あーなるほど、分かった。じゃあ言っとく、それ合わせて今聞いてくれてると思うんですけどね、持ってくからじゃあ、うん、職場にさあそんなわけで、はい、本日清美さんはあの、はい、ガラムガラムで、はい、新作アライを買いました。はい、新作アライを買いました。アライを買いましたので後で見かけたらよろしくね。きっとあの後で放送紙にくるんだあの彼が出てきてくれると思う、僕は信じてますんで。やった。さあじゃあちょっともう時間も10時過ぎちゃってますんで過ぎてんの、はい、はい、ちょっと宣伝、はい、もうこの宣伝しないとちょっとダメですよね。ダメです。さあ、ガラムガラム初めての自主イベントです。すごーい。じゃじゃん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 、ガラコレ2015 8月28日北沢タウンホールでございます、ポスター清美さんが一番てっぺんにいますこれやめてよちょっとやめてよもう。これはですね今ガラムの社長がインドでですね新作を作っているんですけれども、そのガラムガラムの、衣装の新作発表ですねとそのベリーダンスショーですね。すごい画期的。なかなかベリーダンスショップって、はい、こっち裏面ねトゥルルルルルル、これ見覚えのある絵あるでしょ。見覚えのある絵、あの人の絵です、うん、ベリーダンスのショップってやっぱセレクトショップがほとんどじゃないですか。はい。だけどガラムガラムは自分で作ってるんですよね。あ、そうかそうか、そうですよね。そうだからショップじゃないって言ってますね、うん、本人はね、ブランドだって言ってます、ね、おお。だそこをねちょっとアピールしてますこれ、うん、要はなんだろう、彼が設計図じゃなくてパターン型紙ですね。そう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 、お洋服のね、とか、はい、あと縫う生地選んだりとかして、うん、インドで作ってるんですね。まあ最近は韓国とか、ね、うん、インドじゃないとこでも行ってるみたいなんですけど、なのでねぜひあのガラムガラムの新作、もちろん即売会もやります。お、そしてファッションショーですから清美さんにも新作を着ていただき練り歩きをしてもらい、そしてねこのイベントの特徴はですね、はい、あの写真、ファッションショーで写真撮影聞きました、 OK というんじゃなくて写真コンテストをやろうっていうね、うん、面白い。要はファッションショーのところでみんなでパシャパシャ写真を撮って、うん、その写真をアップしてなんかきっとグランプリでいいものもらえるはずすごいですね、うん、なのでねぜひカメラとか大好きな人はですねカメラ持ってくるといいかもしれない。でっかいやつねでかいやつね、でかいやつね、あのファッションショーはね撮影 OK、 まあ、 あのベリーダンスショーはねダメですよ、著作権がありますから。あっちはなるほどね。ファッションショーの方はねもう撮り放題です。すごいですね、ぜひ皆さんで、うん、そう、そういうわけでですねそんな、うん、ガラコレ2015、うん、チ
ケットプレゼントします。おテレビっぽく、テレビっぽく、はい、ですね、自由席を、なんだっけ、2枚2組合計4名ですね。すごい、2枚を2組ですね、このメールindia@garam2.com、もしくはですね、ガラムガラムのホームページのところになんか問い合わせのフォームがあるので、うん、そこでも結構ですので、そこでチケットプレゼント、係ということで、ただ合言葉をね一つ入れなさいという社長からの命令があったので勝手に考えました。はい、インドは暑い。インドは暑い。だってまんま、はい、だってニュースしません？1ヶ月ぐらいアスファルトが溶けた、アスファルトが溶けた。なので魂絵みたいになってるやつ、ね、そう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 、魂絵みたいになってましたよね。横断歩道がなんかこんななってて、でも行ってんだもんね店長ね。行ってる行ってる。だから今脱水症状で死にそうなので、ぜひとも皆さん応募してください。水をかけに来てください。そう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 。なので自由席、2枚2組ですね、プレゼントいたします。はい、合言葉はインドは暑い、メールアドレスはね india@garam2.com、 もしくはガラムガラムのウェブサイトのね応募フォームからでも結構ですので、どしどしでね応募をお待ちしております。すごい。社長にちょっと今インドに行ってる社長に、なんか温かいお言葉一緒にね一言添えてくれるとね、うん、きっと喜びますよ。溶けなくてよかったねって気もね。そうね、うんうん、いや本当ちょっと心配ですわね。体温より行ったもんね。行くのかなって思った。本当に行ったもんね。行った行った、うん、そのニュースのやった1週間後に行ってる、うんうん、迷ってなかったんでしょうね、すっごい悩んでた。あ、悩んでたんだ。だニュース見てチケット取っちゃったしどうしようとかって言ってたけど、うんうん、いつ帰ってくるんですか。7月の18日頃って言ってたな。長いね結構。まだまだそうまだいる、うん、でも今追い込みだって新作作るからね。そっかそっか。そうなんです。なのでちょっともうしつこいようだけど、はい、こっち行きましょう。もう、はい、8月25日じゃなくて25じゃない25じゃない28日、ね、ダンサーさんがやばいです。ただきこ、うん、いーちゃ ん, ちゃんニコル、ごめんなさい継承略です。マハミラノーラーとあとこちらもずらりとミューラー、あ、シンタさんも出ます。出ます。ナオコさんで私すいません。チアゴリオリオヤジヤジ、やばいです。これお腹いっぱいです。お腹いっぱいになります。はいね、ぜひ来てくださいね、はい、チケットのプレゼントも、もう一回見逃した人ちょっと写真撮っといてこれね。はい、india@garam2.com 合言葉インドは熱いです。はい、ぜひ送ってください。忘れちゃったら聞いてください。そう、聞いたら教えてくれ、電話したら教えてくれると思う。多分あやちゃんかしんたさんか、そうそうそう、教える教える新井くんに。うん、さあじゃあちょっと最後にはい、うん、僕の宣伝、はい、はい、いつもやってるベリベリナイト、いつもやってるベリベリナイトと、いつもやってる蒲田 EML、 これ面白い本当に、うん、7月7日ね七夕なんですよ。七夕でしかも4周年記念っていうね特別な日なんで、いろいろ催し事やります。ぜひ蒲田近くなくても来てください。だらぶっか好きな人とかね、ぜひまだ来たことない人も来てください。うん、とってもためになりますよ。うん、この並び押しありますから7月7日だから。なるほど。37だね。そうそうそう、でも難しくてついてこれないんじゃないかなと思って。うん、はい、まあまあまあ、そうそう、でベリベリナイトがそのガラムガラコレの2週間前にやりますよ。8月12日のお盆の真っ最中にやりますんで、うん、まあ、これ毎回やってるんでね、ぜひ皆さん来てください。まあ、一応宣伝でした。しゃ、そういうわけでしゃ本日ありがとうございました。時間ちょっとオーバーしちゃいましたけど、はい、すいません。どうでしたか今日の。面白かった。いや僕もなんかね、うん、清美さんの反省が知れてとても良かったですよ。そう、反省をまとめました。反省本当綺麗にまとめたなと思って。ビートルズから始まって、最初ビートルズ送られてきて、あれこの年じゃないよなって思って。はい、違います。しかもなんかテレビ番組でしょこれ、ね、ちなみにあれさっき見たら1964年の番組ですからね。あー、今さっき YouTube で流れたやつ。そう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 、ほんと64年って生まれて生まれる予定もなかった頃ですよ、うん、生まれる予定もなかったですね。まるで。だからもうなんでだろうと思ってね、よほど音楽好きなのかなと思ったら逆でしたね。ロックが肌に合わなかったって。そう、ロックが肌に合わなかったの。合いそうな。なんでだろう。今でもダメですか。ダメなの。あ、そう。
なんかね、大丈夫です。レゲエがありますから。ありますから。はい。というわけで、本日のゲストは、清美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、またね。またね。エンディング用意してなかった。よいしょ。はい、じゃあさようなら。